ということで続きやっていきましょうか。死体を。おめめくるくるってことで、まあ、死んじゃったよってことですね。で、こいつ誰って顔してるかもしれないけど、まあ、ヒュエだけね、あ、ヒュエじゃない、二人か。この中で、クリス、そこかわれ急がないとウイルスをばらまくわけで、そうなんだよね。これ、この船が沈むことによってね、残念ながら。ちょっと、うん、母音感がないやつはダメだよって言ってね。そこに向かおう。はい。OK、じゃあ食い止める方法を探そう。ジェシカ、お前も来い。まあ、昔の、あ、これ、本当に、あ、違うな。ジェシカが本当に男に惚れるなんてことはないだろうからな。だから若干、って言うから、ユラ、なんでって言って、私、犬よりも類人猿派っつって。まあ、ゴリラだね。オッケー。あ、じゃあ電撃パルスじゃなくて、これか、なんとかパルスだったっけ。電撃やっちゃったら自分もウェーってなるもんね。そんな都合よくやるわけないもんね。さ、うん、じゃあまあ戦略があったみたいだぞ、ジェシカってことで。あ、これどっち先プレイするんだったっけ。あ、こっちの、そりゃそうだよね。じゃあ戻れ。ジェル、そっちよね。ああ、早速怒られました。So、this was all Raymond's doing? 早速怒られましたので。OK 。明らかになったとは思えない。全然会話なってないと思うけど、めっちゃ会話してるね。もうやって5つもくれる。めっちゃいいやつじゃん。さあ、パルスグレネード。上の方から、ギリギリを狙っていく戦法。クリスが絡まれてたのかもしれない。ああとか言ってさ。やっぱり私、ゴリラ派っつって。で、こっち向かってって、また、あ、そっか、沈んでたんだよね。そう。で、これあれだよね、なんだっけ、リフトを使って降りていかなきゃいけなかったところ、あ、ちょっと、なんか、リフト使って降りていかなきゃいけなかったところが、水が入ったことによって一気に行けるという親切設計になってるってことですね。で、まあ、覚えてる方いるかわかんないけど、ここ開かなかったじゃないですか。ここがね、カードキーで開くようになっているというところですね。お邪魔します。で、クリス来てる？違うね、まだ行っちゃったけど。で、これが、上、下、ペンペンで、うっと、やばい、結構投げ。わあ、出てきた。やばいやばいやばい。あー、ですよね、絡まれると思った。クリス何も助けてくれない。ただ傍観している野郎。登る登る。とりあえず。クリス、あー、近い。あんたちゃんと香水つけてきて。ああ、やばい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 。ちょっと落ち着いて。あ、ちょっと待って、何もしてないのに。何もしてないのに勝手に潜っていった。まあいいや。どちらにせよこっち進みたかったからね。で、ここ、あ、ちょっとどこまで行くんだったっけ。こっち、こっち、わあ、いるねーいるねーいるねー。ああ、よかったよかったよかった。女より、やっぱメスよりオスってか。あ、ちょっと待って、クリス？クリス、お前。いつの間にそっちに。素早いご移動でございますね。はい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 。まるでどこに行くかを知っているかのように。クイーンセミラミスであれだな。ねえ、完全に置いてけぼれたもんね。クイーンセミラミスであれだよ。予習してきやがったな、こいつ。私が何も知らないことをいいことに。キー！なんて人？さあ、ついていこう。あ、ちょ、待って、動かないよ、動かないよ。出た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 。水中でこうなったらもう本当に終わるよ。大丈夫か？オープンで上行って、そう、出た。でサンシャイン池崎の鍵を開けると、ちゃうよー、潜らないよー、上登ろうよー。よし、落ち着いて落ち着いて落ち着いて。もうね、あのね、暴走し始めたら本当にもう何も動かさないようにするっていうのが大事になってるからね。あざすあざすあざす。I found that key on the Semiramis. あの、会話はいいから早く開けて。会話はいいから早く開けて。ここはなんかここにある。あった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 、やった。その会話をしている最中に何をすべきか思い出すよっていうことですね。はい。ちょっと、ガッ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 。慌てない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 。で、なんだ？ま、あ、いいね、マシンガン、マシンガン超好き。で、オープン。開いたー。で、ウィーン。あ、ち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 。入ってないか。ダメだ、ダメだ。入っちゃってない。髪の毛がカッチカチやつ。カッチカチな髪の毛。で、ここは今、セキュリティロック。あー、そんなのあったな、そういえば。で、開かない。ここなんか色々あるね。
あるんだけど、ちょっと待って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 、また暴走を始めてる。まあ落ち着けよ。あった。色が分かりきれい。え？あー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 、ちょっと待って、もうこの実況の中で何回声を動かしながらあーあー言ってんだ。もうド変態のようだよね。で、PC Registry あなたの指紋を登録します。これ DS だからできたことなんだよね。ビキビキ、 Fingerprint Registration Complete。 はい、指紋登録完了でございます。こんなあれなね、中にサーバールームとこいつ大丈夫なのかな。沈んで、それこそ電撃ビリビリ、なんかすごい、なんか武器増えてる。なぜ ?130、256。あー、でも M3 の方が好きなんだけどな。こっちはどうだ ?G36、140。あー、こっちに変えるか。じゃあ、ほい。で、武器を外しておこう。外すは全部 F ついてるんですね。で、120だよね。やっぱり100、うん、そうね。これまで10のさ。てか、いつの間に手に入れたんだ、これ。そういう、勝手に手に入れてあげさせますよーっていう、そういう仕様なのかな。なんか全然うまくいかなかったね。敵を足止めする力。で、ダメージ3が入ってるから OK で196強いな。バーストはいらない。インファイト。そっか、3つ。あ、4つ。そうだね。じゃあ、そんな落ち着けって。落ち着こうぜ。どうしよっかなー。で、これが3と、あ、4つつけれるのか。でも4つつけたところでだよね。6発の、これが何パーセント ?30% アップ。違う、間違えた。60% アップ。130の 60% とかは、あ、そうだね。やっぱ威力はこっちの方が上になるかな。これちょっと一応見てこう。元の威力が、どうかなんだよな。160。そうだよね。やっぱ130の 160 だった。あ、でも集団性能とか 4発とかそこら辺を考えるとあれなのか。あー、悩ましいところだな。まあいいや。俺はしばらくこの相棒で行こう。ということで、ほい。で、指紋、ピン。オッケー。長い。まあ、指紋認証するのにやっぱね、時間はかかるよね。Please enter the sterilization room one at a time. 違法がある。犯罪を犯した。ここをカスタムパーツ手に入れたから、もう一回見に行ってみる ?BOW デコイ。待って。ごめんね。お付き合いください。で、まあ、何を手に入れたかなんだよな。オープン!だろう、だろう。ああ、集団性能高めるやつか。だとしたら、こっちにする?相談数6なのになぜかすでに8入ってるっていう、なんかちょっとバグが起こってんだけど。え、これどういうこと?え?あっ?僕はあれです。威力高い方が好きです。相談数が多い方も意外とあれなの役になってんだよな。え?もう一回。ああ、そういうことじゃない。じゃあお先に行くか。こっちの相手に取ったな。じゃあ行くか。お邪魔しまーす。で、一人ずつ。シュープ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 。Now sterilizing. Now sterilizing. 滅菌開始。熱っ。もう、夏が過ぎ去ろうとしている時にかかわらず。もう大変ですよ、ほんと。また日焼けしちゃうわ。どっちから来るんだっけ。あ、違う、クリスフィールド。でけん。そんなのがまだ隠れてる。よいしょー。でけん、オッケー。ジェル、ジェル。でん。エマージェンシー。でん。エマージェンシー。ふっ、あ、いて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 。ジェル、I'm coming for you。オッケー、オッケー、オッケー。うわ、やべ。Terminated。Please wait for the gates to open. 処理を中断してください。オッケー。よし、下半身。ふっ、オッケー、うまい。安い、早いとは安いが、ごっちゃになってる。上半身、下半身、オッケー。あー、ちょっと待って、めんどくさいことになった。よし、オッケー。
ああ、なんだ、終わった。溶けんのかよ。 It's okay. 溶けてお亡くなりですか。そうですか、そうですか。あれ、なんか違う気がする。そうじゃないでしょ。溶けてお亡くなりはダメでしょ。これができなくなっちゃうじゃん。あれ、終わり、何もない。わーわー、大きなアロワナがいっぱいいる。で、拾って、おう、エロフォークだ。あれ、エロフォークも手に入るんだっけ。まあ、エロフォーク、ちょだけど、めっちゃ床に落ちたわ、エロフォーク。エロフォークがなんだかんだなぜなのとしたらね、なんかいい気がする。あれ、本当にそんなもなかった。そっか。ああ、これ、このね、アロマナの大きさだったら、多分ゼルダの伝説だと、もう最高級の、あれだよね、多分リンクの身長よりも大きい気がする。いやー、この頃まではまだ、かろうじて人間だった気がするね。4年間、あと4年間で一体何があったの、あなた。ねえねえねえ、本当何があったの。怖いよね。何があったのか、まあわかんないけどさ。まあね、なんか突如、筋トレに目覚めて、大きくなる、ごつくなるっていうことは、まあ人間誰しもあったりするもん。うわお。Why try to hide these facilities on a cruise ship? すごいよね。Okay. めっちゃパーセンテージくれた。なんだかの。Good point. まあだから偽装作戦だったっていう話だね。それは仕方ないよね。ピッと、ピッ。あれ、まだ。特にない。よし、ジャム買っていこう。これは何もしなくても開くんだもんね。すごい、いろいろメーターがブルブル。オーケー。So this is the secret of Zenobia. ゼノビアシークレット。皆さんにも一つや二つや三つや五つ、四つ飛ばしちゃった。秘密くらいあるでしょ。まあ俺にもあるけどね。うん。ということでオープンセサミで。あ、終わり。あ、なんかすごい気になるところで終わったな。 Oh, the line。 はい、じゃあ無事クリアすることができましたということですね。はい、よかったです。まあ無事ね、あの人間だった頃のクリスと再会することができたんでよかったかなというところですね。おお、すごい、素晴らしい。全て S でございます。 S ランク取れてくるようになってね。うん、はい、じゃあ一旦区切りがいいところまで来ましたんで、この辺りでセーブして終わりにしたいというふうに思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いできたら愛してます。ではまた、チャンネル登録もよろしくねー。